こんにちは、ヌーと申します。以前こちらの動画を投稿して、年末はレアなウイスキーに出会いやすいよとご紹介しましたので、その検証ということで市場調査に出かけます。店内の撮影には許可が必要ですので、基本的には行っておりませんのでご了承ください。気になるウイスキーはありませんでしたが、ボトラーズの取り扱いが多かった印象です。気になるウイスキーはありませんでしたが、スコッチの定番品が揃っていた印象です。港区でペイペイ 20% 還元がやっていたので、定番品で何か買おうかと思いましたが、序盤で荷物になるのでまた今度訪れようと思います。赤坂はコンパクトに3店舗集中していますので、サクッと酒屋巡りをするのに便利です。続いては渋谷にやってきました。昨年はここで年末に白州ノンヴィンテージを買うことができたのですが、今回はなかったですね。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。電車に乗って目白にやってきました。気になるウイスキーはあったのですが、財布を家に忘れてくるという失態をしてしまいました。次回行った時に売っていたら購入しようと思います。電車に乗って板橋にやってきました。何種類か試飲させてもらいつつ、とあるものを購入させていただきました。電子マネーが使えるので助かりました。続いてはいつもの池袋へ。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。11月に訪れた際に気になっていたボトルを購入させていただきました。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。昨年年末に響きジャパニーズハーモニーを買うことができたのですが、今回はなかったですね。気になるウイスキーはありましたが、予算の関係で来月以降にしようと思います。今回は年末特別版ですので、これじゃ終わります。全部別日にいつもの東京駅から銀座周辺を巡っていきます。いつもはあまり来ないお店です。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。東京駅にやってきました。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。気になるウイスキーがあって試飲してから購入したかったのですが、店内が結構混雑していたのでやめておきました。年末なので百貨店も覗いていきます。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。銀座に移動してきました。年末なのでこちらの百貨店も覗いていきます。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。気になるウイスキーはありませんでしたが、年末年始に飲む用の日本酒を購入しました。試飲させていただき購入させていただきました。気になるウイスキーはちょっとなかったですね。1ヶ月前にも見つけたアラン25年が売れ残っていました。さすがに8万はねきついですよね。ということで、いつも以上に多くの酒屋さんを巡ってみました。今回は3本購入しましたのでご紹介していきます。1本目がバルブレアです。こちらウイスキースポンジのバルブレアです。イクイノックス&ソルスタイスシリーズというですね、春分秋分夏至冬至シリーズということで、シリーズ共通で 48.5% に加水されて調整されています。ファーストフィルのバーボンバレルで15年熟成で、シングルカスクではなくて2タルバッティングされています。ラベルがですね、なんかこうウイスキースポンジっぽくないですね。一度バーで飲んだことがあって、その上で試飲してみましたが、やっぱりうまいですね。ちょっとフルーティーでクリーミーさもあってですね、結構派手さはないんですけど、地味にうまい一本かなというふうに思います。続いて2本目です。信濃屋さんのロイヤルブラックラです。2011年蒸留で2021年瓶詰めなので、熟成年数はまあ9年か10年ですね。で、色から分かるようにですね、しっかりとシェリーの効いた一本です。10月に開催されました八王子ウイスキーストリートの際に試飲して、シェリーがしっかりと効いていて美味しいなと思いましたが、ちょっと購入はですね、予算の関係で見送っていました。ボーナスも入ったというところで今回買ったという形ですね。で、冬はやっぱりシェリーが飲みたくなるかなと思いますので、まあ、そんな時にぴったりな一本かと思います。続いて3本目です。こちらのロッコローモンドのスリー店長チョイスです。今回訪れた板橋のイムズテイスティングルームの吉村さん、リカーズ長谷川本店の倉島さん、リカマン銀座37の新見さんの、まあ、3人の店長がセレクトしたというところで、スリー店長チョイスというふうな名称が付けられています。新させてもらってから購入しましたが、少しこうケミカルなフルーツを感じられて美味しいです。まあ、10年熟成でシングルカスクストレングスなので、まあ、これで1万円ですので、コスパもいいのかな
というふうに思います。ロホローモンドというとですね、ウイスキー福袋のハゼ枠的な印象がついてしまっているかと思います。そんなこともあって若干敬遠していたところもありますが、飲まず嫌いだったと反省しています。試飲とか含めてですね、今後ちゃんとロホローモンドを飲んでみます。まあ、試飲をする前にこう買うか買わないかをですね、迫られる銘柄が多い中、今回のですね、3銘柄は、まあ、試飲して美味しいなと思いましたので購入しました。まあ、このようにですね、やっぱ試飲してから購入できる銘柄が多くなってほしいものですね。いつも以上に時間をかけて店舗数を増やして酒屋巡りをしてみましたが、残念ながら山崎白秋、響などには今回出会うことができませんでした。まあ、単純に私が欲しいウイスキーを買ってきたというだけになってしまいましたね。まあ、ただ X などですね、 SNS を見ていると売っているのを見かけたよとか買ったという投稿も多くなっているかと思います。サントリー、日華ともに値上げ発表がありましたので、2024年7月1日の値上げ前に入手することができる可能性が一番高いのはこの年末年始かと思います。年末はですね、12月31日のギリギリまで期待できますし、年始はですね、初売りの日に福袋という名のこう抱き合わせとかセット販売が多くなるかなと思います。値上げのことを考えると単品はもちろんですけれども、抱き合わせとかセット販売の購入も視野に入れてもいいのかもしれませんね。山崎白秋、響などが欲しい方は年末年始にいつも以上に酒屋さんやスーパーなどを巡ってみると何かいいことがあるかもしれません。私ががっつり酒屋巡りをするのは年内最後かと思いますが、また来年酒屋巡りをして何か購入したらご紹介できればと思いますので、ご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。